エメット・トッピーノはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1932年に開催されたロサンゼルスオリンピックの男子400メートルリレー層で金メダルを獲得した。トッピーノは1932年のロサンゼルスオリンピックアメリカ合衆国代表最終選考会で100メートル層で4位に終わってこの種目での代表入りを逃した。 その代わりに、400メートルリレー層のメンバーに選ばれて、オリンピックに出場することになった。ロサンゼルスオリンピックの400メートルリレー層は、ロサンゼルスメモリアルコロシアムを会場として1932年8月6日と8月7日に実施された。この種目には8つの国の代表チームが出場した。アメリカ合衆国代表チームは、彼の他にロバート・キーセル。 ヘクター・ダイヤー、フランク・アイコフというメンバーで構成され、トッピーノは第二走者を任された。8月6日の予選で、アメリカ合衆国代表チームは、第1組で、当時の世界記録となる41秒22で1位となり、翌日の決勝に進出した。8月7日の決勝ではさらに記録を短縮して40秒、例の世界新記録で2位のドイツ代表チーム。 3位のイタリア代表チームなどを抑えて金メダル獲得を果たした。トッピーノはロヨラ大学ニューオーリンズ校の卒業生で大学では科学の学位を取得していた。彼はロヨラ大学の学生友愛会ベガーズ・フラタニティの会員だった。その後、1971年に記事のニューオーリンズで死去している。 アスレチックス・アット・ザ・1932・ロサンゼルス、サマー・ゲームズ、メンズ4 0 0ズ、リレーラウンドワンアーカイブド2020年4月17日、アット・ザ・ウェイバック・マシン、2011年11月6日、閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1932・ロサンゼルス、 サマー・ゲームズ・メンズ 400m リレーファイナルアーカイブド2020年4月17日、アット・ザ・ウェーバック・マシン、2011年11月6日、閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1932ロサンゼルス、サマー・ゲームズ・メンズ 400m リラーアーカイブド2020年4月17日、アット・ザ・ウェーバック・マシン、2011年11月6日、閲覧。 ありがとうございます。